うおお、わすごっ。こちらです。ついに仕上がりました。先生 の、はい、剣道人生を振り返るような形で、はい、インタビューさせていただきたいと思うので、はいはい、肝別で、はい、剣道始められたと思うんですけども、うん、まあ、その頃 の剣道を始めたきっかけというのを、教えていただきたいと思います。はい、剣道を始めたきっかけは、まあ、そもそも、肝別町というのはその、まあ、町議と言われるぐらい剣道の町というかそういう状況だったんですけど、僕が始めたのは3歳の頃なんですけど、僕のおばさんが女性剣士として結構有名な方で、その館内ではね、館内では有名な方 でそのおばさんの影響で道場に連れて行かれたっていうのがそのきっかけなんですよね。だからもう3歳の頃のことちょっと覚えてないんですけど、写真とか載ってるものを見るとね、袴履いてなんかやってますけど、そのおばさんについてって道場行って始めたっていうのがそもそものきっかけです。なるほど、はい。当時 その肝別 その剣道の環境というのはどういったそれはもう町ぐるみで剣道をやってるっていうような雰囲気だったんですよね。で僕の時はその前長さんって言われる、その前長っていうのは前の町長だった先生がいらっしゃってて、菊池先生っていう方なんですけど、その先生が、剣道連盟の会長になった。でその先生を中心に僕らを教えてもらった。でその時町長さん時代の時もその映画木久扇先生っていう先生が僕の祖父のお兄さんにあたる方なんですよね、はい、その方が肝別にいらっしゃってて、その先生を中心に指導を当たって、で最終的に町長さんを辞められた菊池先生が会長となって、で肝別の方の剣道連盟の方を動かしていくっていうような状況だったんですね。ですから町長さんですから町全体がっていうような雰囲気を、そういう感じを僕は受けてました。なるほど。当時の稽古は結構厳しい稽古だ。厳しい部分もあったりするんですけど、僕のスタート時はやっぱり剣道が、まあ、挨拶っていうのと、それと掃除、掃き掃除とか雑巾掛けとか、はい、でこういったことが、まあ、剣道の基本として教えられたので、それが剣道の最初だったんですよね。だから竹刀を持ってうんぬんという先よりも掃除と挨拶で、これをやっぱり重点的にさせられたというのが僕の印象です。第一印象。小学生時代の戦績みたいなものって覚えてらっしゃいますか？戦績はそうですね、僕の戦績はやっぱり赤道大会っていう北海道で小学生の一番大きな大会ですけど、小学校5年生と6年生の個人戦を2連覇したっていう、その大会では史上初。その後まあ何人か出ましたけど、僕が最初の2連覇をしたっていうのは最初の大きな大会でね、個人戦。そしてその時に6年生の時は団体優勝もしてますし、まあ、そういったところでは一番大きい成績かな、小学校。まあ、それで水戸大会に行ったりとかっていう形を取りましたけどね。じゃあもう小学校の時からこう、まあ、トップレベルというか、トップレベルっていう感じは自分ではそんな意識はないんですけど、やっぱり小中とかってあんまり負けたイメージは自分では意識はないですよ。記憶がないというか、負けるという記憶がない、負けた記憶はあんまりないですよ。もう小学校の時から弟の直樹先生、はいはい、はい、弟はで兄弟でやって、一番やっぱり印象的だったのは水戸大会に一緒に行ったっていうことですね。水戸大会行った時に予選リーグじゃなくて予選トーナメントの方の準決勝か決勝かな、ナルトに勝ったんですよ。徳島のナルトに勝って、はい、でその後に高千穂とやったんですよね、はい、高千穂とやった時に、先方が私の弟だった、そして僕が大将だった。それで、代表決定戦になったんですよ。僕が勝って代表決定戦。そしたら向こうは先方の子が出てきたんです。で僕は大将だったんで、で弟に話聞いて、いやこれはこうやってやった方がいいとかと弟がこうちょっと話をして、分かった分かった、そのようにしてやって勝ったと、そういう兄弟でのね思い出がありますけどね。
めちゃくちゃいい思い出です。まあそうです。弟と二人やっぱり遊ぶのも剣道するのも両面では一緒だったんで、そういった面ではあの勝負事でも何でも一緒に遊んでました。仲のいいご兄弟。そうですね。あの厳しさも喧嘩も楽しさも全部二人でやってきたんで、今もそうですけど、まあ、遊ぶとなったらあの二人で遊ぶのが多いんで、そういった面ではお互いに切磋琢磨しながら剣道の技術をまあお互いに向上させながら、そして普通のまあ日常的なことも一緒に遊んでっていうようなのが今多いですよね。なるほど。ね、年齢はおいくつ離れてらっしゃるんですか？年齢は3つです。だから、はい、中学校も高校も入れ替わりなんですよ。大学、はい、東海大学に行った時だけ1年生の4年生だったんです。あ、ということは小学生以来また同じチーム で、 一緒に戦う。そうですね。小学校の時はだから6年生の3年生3年生ですよね。そうですね、はい、そうですね、そうですね、そうですね、はい、その時に直樹が先方で僕は大将。東海大の時、いやいや、東海大学の時は直樹がまだ選手じゃないです。小学校の時のね、先方大将してないんですけど、大学ではやっぱりあの僕らの時は直樹はレギュラーじゃないですよね。1年生、1年生ではレギュラー入ってこられたんです。あ、そうですか、そう、はい、当時の1年生でレギュラーになるっていうのはなかなか大変。そうですね、僕はね1年生の時レギュラーになったんですよ。レギュラーになって、で団体優勝大会、あ、団体じゃなくてあの学生の優勝大会の団体戦の時に、キャプテンの先輩が就職試験で欠場しなきゃいけないんですよ、警察の試験で。その時に僕実は大将させられたんですよ。で大将で、あの4年生とかいる中大将やって、準決勝で明治大学だったんです。で明治大学の大将戦になってしまって、僕が面を打っていたところを左胴を打たれて、その相手が小山先輩です。静岡に小山先輩に打たれて負けたっていう、そういう記憶もあって、だから1年生の時にレギュラーさせてもらって、そういった意味ではいい経験をまた、あの子供の時 の、 あのお話に戻るんですけど、はいはい、中学校は地元の中学校ですか？そうです、はいはい、幼小中と一緒です。肝別中学校、はいはい、剣道部があったんですか？剣道部ありました。剣道部あったんですけど、やっぱりメインとなるのはやっぱり肝別剣道連盟の道場で稽古をするというのがメインなので、当然中学校の顧問の先生も剣道やってる先生いらっしゃってるんですけど、まあ、そこがメインじゃないです。やっぱり肝別剣道連盟にみんな寄ってみんなでやるというのがあるんですね。ああ、もう小さい頃からの仲間と。そうですよ、はい、もう本当中学まで本当剣道の仲間と本当に遊びもしたし稽古もしたし、もう行ってもう帰ったらすぐ剣道っていう、そういう感じだったん で、 で学校終わってきてからお腹空くんで、うちの、母親が弁当作ってくれたりとか、それ食べて剣道場行ったりとかっていうのは流れですよね。中学校の時の大会の戦績とか、中学校がそれをその大会あまりなかったんです。中大連がなかったんで、ですから、あの僕のイメージは中学校の大会ってあまりないんです。ただ、赤道大会と一緒にやってた中学校の大会があったんですよ、全道大会の。でその大会であの3位しかなったことないんですよね。それ以上行ったことないです。だから中学校の思い出っていうのはそんなないんです。道南大会とかシリベシ大会とかってローカルな小さい大会には出てるんですけど、中学校レベル の、 その大会って大きな大会っていうのは経験ないんですよ。あ、そうなんですか、はい、中学校でちょっと陸上もやってて、あ、陸上も砲丸投げちょっとやってて、あ、結構記録、校内では記録持って全道大会のにも出たんですよね、はい、中大で中学校の全道大会があって、それであの優勝できるだけの記録持ってたんですけど、1投目で投げてあと全部ファールになっちゃって、それで結局4位で終わっちゃったんですね。まあ、そういうのが、だから陸上と剣道の両立っていうのもやってたかもしれないですね。それは初耳で、まあ、そうですね、はい、あんまり言ってないですね。わかりました。先生は東海大4にその後、はい、進まれると思うんですけど、うん、あの目指したきっかけというか、東海第4、はいはい、東海第4に行こうと思ったのはあのやっぱり古川和夫先生なんです。やっぱりで本当は違う学校を目指してたんですけど、その時にやっぱり古川先生がやっぱり世界大会とか全日本選手権とかっていう活躍されて新聞とか出てたんですね。でその時にそれこ そ、 その先ほど言った映画木久扇先生って私の先生、あの祖父のお兄さんにあたる先生に相談をしたの。そしたらやっぱりあの今こう頑張ってる指導者のとこ行きなさいっていうことになって、東海大4っていうのを
選んだんですよ。だから学校自体は全く知らないし剣道の実績もないので分かんなかったんですけど、古川和夫という名前の人がいるっていうことでそこの学校を選んだということなんです。そして古川先生が私の肝内に来てくれて、その生徒募集ということで話をしていただいて、そこから同じ同級生の、まあ、それぞれそこで頑張ってくれてた同級生を引っ張ってくれて、そして後輩も続くっていうような感じになったんですよね、はい、当時の古川先生のこう、うん、印象とかありますか？古川先生は、はい、あの入学までは中学3年の入学まではめちゃくちゃ優しかった。めちゃくちゃ優しい。ちょっとなんか苦しいだったら休めとか、あっち痛いったら、ああ無理すんなって。で入学式からその日の途端その日から一転してちょっとうわ苦しいだったらなんちゃーって感じ でそれからもう失礼ですけど鬼のような先生、まあ、当時か違わないんですけど、その時はやっぱり先生もかなり自分でもこう鍛えてるし、自分でも実績を残そうとしてるし、そういう範を示されてる状況だったのでやっぱり厳しかったですね。入学してからは地獄でした。大変でしたね。稽古内容っていうのはどういった？もう基本的には古川先生が PL 学園に行って PL 学園でいろんなことを勉強してきて、そういったこのプラスアルファで東海大4のメニューを作り出したんですよ。ですからもう地獄なんていうかです。もう本当稽古内で一番印象的だったのは、やっぱり出花技とかってあるじゃないですか。面打ちに対して出花面でごてっての軌道とかいろいろとあるんですけど、あの諸手突きに対しての出花突きなんですよ。相手が諸手突き来るところに対してそこを出花突きをする、その後の後打ちの練習とか、だからもうみんなこう真っ赤に、お互いに真っ赤にして、ただあの時はここ真っ赤になってちょっとかさべた取れて血が流れてる、これが勲章だったので逆に痛かったんですけど、逆にそれがついてるのが嬉しかったとかいうような時代だったですね。特に心から嬉しいという気持ちに、うん、こうついてるよみたいな感じですね。でうわすごいなってみんなに言われるんだけど、すごいだろうって見せるのがなんか自分ではなんかこう嬉しかったというか、いじめられてるっていう感じじゃないですけど、鍛えられてる分ね。そこは古川先生も突きが得意だったので、そういう経験が多かったですよね。やっぱりあの東海大4 の, その古川先生の教え子となるような先生方って、やっぱり突きがすごい上手いなというか。そうですね、やっぱり突きですよね。古川先生は突きです。そして突きの怖さというか、突きを真ん中を攻めることによって他の技につなげていくっていう、で突きだから突きではないんですけど、突きだから突きの威力で他の技に展開する。だからその突きの真ん中、突きをこう怖がって何ができるかっていうか、その月を抜いて打てぐらいないう稽古ばっかりしてました。先生も高校の時 の, その剣風というか剣道のスタイルっていうのはその月技がやっぱりメインに。そうですね、月は多かったです。メインっていうわけじゃないですけど、やっぱり月技多かったですよ。月技からやっぱり技は展開していく。でそしてつばぜりに入って引き技が僕も多かったですね。引き技もやっぱり自分の得意技としても持ち合わせたんで、やっぱり前に出るときは突き技から攻めていって打突に入り、そしてつばぜりに入ったら中心を割って引き技を打つというような流れが多かったです。高校時代の戦績をちょっとまたご紹介いただきたいんですけど、はい、高校はやっぱり悩みました。稽古怪我も多かったので、一番はやっぱり玉力大会の2年生の時の玉力大会で3位というのが一番の大きな大会。その後3年生では北大の3位というのがあります。個人の成績は特にないんです。で個人のインターハイに出ましたけど、ベスト16で、3年生の時は僕は実は予選の時に、北海道予選の時に高熱を出して、負けてしまったんですね。団体戦は最後まで戦ったんですけど、でそういう個人の成績というのはないんです。でそれから大学入ってから個人を少しずつぐらい、まあ、社会人になってからですね、個人戦はね、はい、ああそうですね、はい、高校2年生の時にインターハイ出場されてるのはすごいなと思って。でもその時はあまり結果が出てないので、すごいっていうイメージは自分の中ではあんまりないですね。やっぱり上の方でやっぱり全国優勝っていうのはやっぱり常にあったので、あの北海道レベルで戦ってはいたんですけど、やっぱりいろんなところで遠征することによってやっぱり全国っていう目標があるので、やっぱりもう全国のトップっていう意識があるので、その中で出場だけで満足はしてなかったですよね。なりました、ありがとうございます。はい、大学に入られてからのお話もまた伺いたいんですけど、はいはい、1年生の時から、はい、あの試合に出られてたと。そうですね、1年生の時からやっぱり出てました。
怪我もちょっと多かったりしたんですけど、ちょっと大人の剣道になりつつあるところなので、やっぱりこう先輩後輩の上下関係とかっていうのはやっぱり厳しいところがありました。で今で言うとやっぱりなかなか難しい、ことにはなるんでしょうけども、そういった分ではやっぱり縦社会の部分でいろいろと勉強させられた、その中で厳しい精神面の強さと、そしてそこからやっぱり何クソ精神で上を目指していけたっていうのがあって、で絶対にいろんなことを厳しく指導されても、あの上の先輩には負けないっていうような気持ちでレギュラーは絶対取ってやろうとかっていうことからスタートしてるので、そういった意味では1年生からレギュラー入らせてもらって、まあ、2年生の時に関東で、個人戦で3位になって、全日本選手権は実は1回戦で佐賀先生とやって負けて、そして佐賀先生が3年生の時に全日本学生優勝してるんですよね。でそういう同じ北海道同士で戦ったっていうのも僕の中ではすごくいい思い出として残ってます。